こんにちは、ネクストサバイバルでございます。今日はですね、開封動画になります。で、最近ですね、ようやくなんか面白いものを見つけて、これを購入しました。リーベさんっていうレザーの製品を作ってる会社さんがですね、なんと、非常に面白い、なんだろうな、これ。ペンケースですね。ペンケースを作っていたので、レザーのペンケースで僕もちょっと、これめっちゃワクワクしながら開けるんですけど、開封動画をですね、撮らさせてもらいます。ちょっとなんか音が結構聞こえちゃうかなと思います。これマイクの感度がね、いいんだよね。今ちょっと自分で僕はヘッドホンでモニターしながらマイクで話してますけど、結構よく、めっちゃリアルに聞こえてんなと思って、はい。今、放送台を撮ってみました。じゃあここからですね、開けてみようかな。何が書いてあるんだろう。ちょっとこのレターをまず開けてみます。ほう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 。ものづくりの思い。この度はリーベの製品を手に取っていただき誠にありがとうございます。リーベは文房具が好きな人に向けて、自分の好きな文房具を眺めてワクワクする時間、革の経年で変化を楽しみ、あなたと一緒に今日成長していく体験、こういった時間と体験をお届けしたいという思いを込めてものづくりをしていますと。使うたびにもっと愛おしく思う。長く使えるだけじゃなくて、長く使いたくなるこちらの商品があなたにとっての人生の相棒になりますように。いいじゃないですか。リーベっていうのはドイツ語で、ラブのことですね。で、ここは SNS もすごいやられてて、発信してて、なんかすごく、いろんな製品のストーリーが見えていいなって思いました。やっぱりなんか、今は やっぱりブランディングが大事、ブランディングが大事ってなんかいろいろありますけど、やっぱり見える化っていうのはやっぱりいいですよね。というところで、で、これが、リーベさんの製品になります。で、これね、何がいいかっていうと、万年筆を入れるために購入しました。思ったよりこの真鍮のところが真鍮っぽいって、ジッパーのところが真鍮っぽいですね。これで何がやっぱり問題かっていうとですね、僕はモンブランの149っていう万年筆ですね。これと、これなんだっけな。これも149だったかな。ファインライナー、ローラーボールですね。ローラーボールを普段使ってるんですけど、日本で言うと水性のボールペンですね。を使ってるんですけど、ぴったり入るのがないんですよ。で、これだとぴったり入るって聞いたんで、購入してみましたけども、どうなんかな？こんな感じかな？うん。いいんじゃないでしょうか？で、これでこうやってやるとぶつからないという。ああ、こういう感じですね。おお、いいじゃないですか。本当はなんかこのクリップをここにくっつけた方がいいんでしょうけど、でもなんか僕のクリップつけるとパチンパチン言うんで、あんまり好きじゃなくてですね、胸元とかにも入れることはないですね。で、ちょっと自分の普段さ、まああんまり使わないんですけど、万年筆以外のグッズをですね、ちょっと入れてみようかな。これで全部かしら。なんか面白いものが出てきたかな。はい、これで全部だな。なんかモンブランのシャーペンも揃えたくなるなっていう、この一つ空いてる感じじゃないですか、これ。どっかでちょっとですね、モンブランのシャーペンもゲットしたいなと思います。シャーペンはですね、僕はスティトラーをずっと使ってます。ドイツ製品ですね。ドイツ製品が僕は好きなので、というかドイツに住んでると、選択肢としてですね、スティットラーでしょ？で、モンブランでしょ？あとは、スティットラー、モンブラン、あとなんだっけ、ピコを作ってるラミーか。三社さんぐらいしか製品として触れ合うタイミングってやっぱりなくて。なので、もう本当なんかそういう感じです。あ、でもこれ結構カツカツだな。入るかな？あ、入った。入った。こんな感じですね。うん。あんだけパンパンに入れて、こういう感じ。で、これのいいところは、ここですよ。ここに、
何を入れたいかっていうと、もうちょっとこれボロボロなんですけど、付箋？あ、いいんじゃないですかね。という感じで使えそうでございますと。ペンは1本だな。これなんで僕は2本普段たまに使ってるかっていうと、ちょっとシャーペンもやっぱり少し見直そうかなっていう感じでしょうかね。ペンは1本にして、蛍光ペンも多分1本でいいな。で、消しゴムがペン型の消しゴムが入って、まあそんなもんですよね。あとシャーペンの芯？これなんでこれ 2B とか使ってんだろう。2B？ あ、そうだ。デザインするために 2B をちょっと使ってたりしてることはありますね。でもメインはね、もうほんと、これだけなんですよ。普段使ってるの。で、これをこうやって持てるといいなと思って購入をしたんですけど、思った以上にこれ見えますかね。これ結構マチがそんなに分厚くない感じですね。でもあんまりマチが分厚くてもペンホルダーっぽくないんで、これぐらいでいいかなって気はしなくもない。でも結構パンパンですね。これに普段使ってるノートとこれが普段のセットでございます。っていう感じですね。あ、いい感じじゃないですかね。もうなんか最近ね、結構いろんなものを書いたりとすることがあって、これどこだっけな、そこ。伊藤屋さんで作ってるオリジナルのペンケースだったんですけど、これはちょっともうね、もうなんかこれだけだと足りないなと思って、ちょっと大きめのペンホルダーに変えようと思って、まあこれ購入したんですよ。まあ理由はモンブランのシャンペンも買いたいっていう。どっかでちょっと買って使いたいなと思っていたんで、まあ、買いましたと。これ中はゴートスキンなんかな。まあ柔らかい感じですね。ちょっともう一回これで開け閉めしたりとかすると、こんな感じで入ると、あ、いいですね。真ん中の方が分厚いんかな。真ん中は分厚いっていうか、マチが広いですね。だ、万年筆とか入れやすい。ああ、これで上、もうぴったしですね。だこの辺とかは、まあちょっと、今まだペンをもう一個買ってないんですけど、まあこういう風にしちゃってもいいし、そうするとここスカスカになるから、まあ、ぶっちゃけ僕はモンブランのシャーペン買ったら、ここにシャーペン入れるでしょ？で、イレーサー、消しゴムはこれでしょ？で、ルーラー入れて、あと、これなんだっけな、蛍光ペン入れたら僕は終わり、それで終わりでいいと思っていて、普段まあそれぐらいしか持ち歩かないんで、まあそういう風に使うつもりで購入はしたんですよね。で、やっぱこのフリップがいいじゃないですか。で、やっぱりなんかペンが綺麗に持てるっていう、それがやっぱりいいですよね。まあペンが好きな人にとってはやっぱりなんかこういうのって、なんだろうな、まあ大事じゃないですか。僕はなんかすごいこういうの大事にしてるんで、これで持ち歩いて普段どこに行くにもこれをもうこのセットで行くみたいなのが分かると、出歩くのも非常に楽だし、まあ、いいなって思いますね。はい、というところで、ペンケースですね。ペンケース購入いたしました。リーベさんのペンケースでございます。はい、どうもありがとうございました。